サーキンスエージは D20 システムを採用したファンタジーテーブルトーク RPG である。ダンジョンズドラゴンズ第4版のデザイナー、ロブハインソーとジョナサン・トゥイートがデザインした、このゲームは2013年8月3日にイギリスのペルグレーン、プレス社から発売された。アメリカの RPG 情報サイト、RPG Geek やイギリスの RPG 情報サイト、 アンワールドで2013年の最優秀ゲームにノミネートされた。元は、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社で、長年の親友であった、ハイン・ソート・トゥイートが、ジェンコン2012に用意したもので、その後キックスターターで、サプリメント13トゥルー・ウェイズの宣伝が行われて、翌年のゲコン2013で販売された。その後、モンスター州、サーティーンス・エイジ・ベスチーリー、マジック・アイテム州、 ブック・オブ・ルート、シナリオ集の、シャドウズ・オブ・エルドロンと、アイズ・オブ・ザ・ストーン・シーフが発売されている。2016年4月現在、英語版のみである。ドラゴン・エンパイアと呼ばれる世界を舞台に繰り広げられる、ファンタジー・ RPG だが、地名や人名などに固有名詞は用いていない。13スエージを特徴づけるシステムとして、この世界を支配する13人のアイコンと呼ばれる。 キャラクターと PC との関係がある。アイコンたちは、各々が善悪や価値観、世界への役割などが異なった存在であり、p c たちは、好意的であれ、敵対的であれ、誰と密接な関係を持つかで、ゲーム内での立ち位置を表現している。アイコンたちも、固有の名は存在していない。アイコンと PC との関係は、ポジティブ、葛藤、ネガティブの3種類に分類され、 キャラクター作成時及び成長時に得られるポイントを3種のどれかに割り振ることで関係が表現されている。プレイ中にアイコンとの関係を求める判定に成功すると彼らから援助を得られる時もある。PC とアイコンとの具体的な関係はプレイヤーが独自に設定して構わない。例えば、私はエンペラーに使える騎士であるが、私の心臓は ドワーフキングによって誕造された人工のものであるといった具合に。13スエージのシステムは他の D20 システムと同じくオープンゲームライセンスに従ってデザインされている。また、システムの概略が PDF 版にて無料で配布されている。D&D で使用されている6つの能力値や二重面体を用いた判定などシステムの骨格は D&D のものをベースにしているが、 戦闘に4方形のマスを用いず、距離などは抽象的なものに止めるなど随所に簡略化されている。いかに13スエージで特徴的なシステムを列記する。13スエージでは特有の技能は用いず、キャラクターの背景と呼ばれる設定を独自に考え、その設定に8ポイントを振り分けて判定での修正値とする。例えば、帝国の魔術師、プラス4。 黒木牙の葉、プラス3、荒山の部族、プラス1という具合である。この場合、帝国に魔術師が使えていることや黒木牙という暗殺者集団があるといった設定はプレイヤーが独自に考案したものである。また、技能とは別に特技が設定されており、そちらは規定のものが用意されている。サティーンスエージの戦闘はラウンドが経過するごとに、 エスカレーション台と呼ばれる PC に有利になる修正値が増加される。このエスカレーション台の修正値をプレイヤーは判定に加算することができる。また、各クラスごとに決められた特殊能力を発動させるには一定量のエスカレーション台修正値が必要で戦闘が長引くほどに PC にチャンスが到来するシステムとなっている。2014年10月に 再びキックスターターにて13スエージのシステムでルーンクエストの世界を遊べる13スエージグローランサへの出資呼びかけに成功した。ありがとうございます。